はい、それではですね、先日動画アップしました、古いタイプの K58、新しいタイプの K58、こっちの方は初点火ですね。加圧からやっていきたいと思います。燃料を入れてあります。灯油です。タンク圧抜いてあります。そうですね、10回ぐらいポンピングしましょうか。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、これで十分だと思います。こっち側は、初点火です。圧がどんな感じなのか分かりません。給口は1つなのでポンプと共用です。燃料こちらも入れてあります。ちょっとグリス出したんでね、どれぐらい締まるかよく分かってません。これぐらいかな。じゃあポンピング、こっちも10回でグリスがいっぱいついてますね。10回。ちょっといらんグリスがいっぱい出ました。はい、点火していきたいと思います。あ、ライターがないですね、ごめんなさい。あ、当たった。ちゃんと閉まってるか確認。加圧する前にチャックしとけよって話ですが、こっちも閉まってます。室内なんであんまりプレヒートのアルコールはいらないかもしれません。点火します。無事に両方ついてますね。プレヒートの間しばしお待ちください。こっちは本当にね、初火入れなんでちゃんと燃焼するかどうかはまだ分かりません。初点火室内でするなっていう話なんですが、はい、皆さんは表で点火してみてくださいね。
もうすぐプレヒット終わると思います。ちょっとこっちが終わるまでちょっと待ちます。はい、終わりました。こっちの方がちょっとハンドル硬いですね。まだ馴染んでないのかな。ちょっとまだこっちの方はね、初めての燃焼なんで、いろんなものが作った時のね、ものが残ってるんだと思います。ちょっと火の火力を上げていきます。もうちょっとポンピング増やしてみましょうか。ちょっとまだこっちの方はね、タンクの中にね作った時のオイルだとかいろいろ残ってるんでしょう。かなり赤字です。こっちの方はねもう、4,5 タンク、まあ、タンク満タンにして、4,5回じゃないな、もう10回以上使っているので、満タンにして全部なくなるまでっていうのを繰り返しているので、内部洗浄がもうこちらの方は完了している形になると思います。ですのでね、綺麗な赤み、ブルーの炎になってますけどね、こっちはまだちょっと赤みですね。もしかしたらポンピングをもっと足してやった方がいいのかな。遠い目にしました。4,50回したのかな。なので、ポンピングの回数的には、ポールマンとかと同じぐらいになったのかな。そうですね。これはあれかな、ちょっと一回こうクリーニングロープを出して、ちゃんと正規の、穴にしてやれば、赤字が減ってくるのかな。
まあ使い始めは、このケロシンっていうのは赤みが出る傾向が強いので、しばらく使ってみないと何とも言えませんけどね、初点火の時に赤みが多いっていうふうにね言ってしまうのはちょっと、早計かなと、しばらくね使ってみて馴染ましてやる必要があるのかな、まあ、こっちみたいにね、ガソリンで、多分このパターンだとガソリンでも点火自体はできると思います、まああんまりこれガソリン使ったかな、多分これ全部ガソリンで燃やしたことは多分ないと思います、しばらく使ってやればね、それなりに使えるようになるんじゃないかなとは思うんですが、ただここまで、こっちの古い方はねここまで赤火が多かったかなという記憶はあんまりないです。まあこの辺はちょっと使っていってどうなるか見てみるしかないですけどね。で、この木、スベアとかと同じタイプですけどもね、スベアにはちょっと小さかったかな、どっちやったかな、スベアのが使えないんだったのかな、微妙にちょっとサイズ違います。でスベアと同じでプレヒートの時から、この木刺したままですと熱くて触れなくなりますので、その辺は、何か動かす時以外はもうこうやってタランと、外しておくと、この木にねチェーンちゃんとつけてくれてますのでなくすっていうことはないと思うんで、はい、これから買われる方はね、赤火が多いっていうふうに、この言うよりは、灯油燃料でガソリンストーブみたいな、バーナーをね、点火できるよっていうことで、楽しんでみられてはいいんじゃないかなというふうに思います。とりあえずつけてみましたよという動画でした。私もこれからしばらくね使ってみて様子見ていきたいと思います。今回は以上です。またよろしくお願いします。